女の人は横に寝てるみたいな山並みの形になってるわけ、うん、そしてあのこっちのこうギザギザになってるのが真ん中が鼻、うんうん、鼻でちょっと下が口、うん、それからずっと下に下がってあそこが首になるわけ、うん、それからこうずっと上がってあのあれが胸のね、うん、おっぱいのところ、うん、そしてずっとお腹さえ下に来てから、うん、まあ、あそこに2つちょっと高いでしょう、うん、あそこが膝をちょっと立てたみたいで足をまっすぐ伸ばした形になってるって言って、うん、昔教えてもらったことがあるいくつの時にそういえばそうやなと思ってね眺めいくつの時にまあいくつからやったかな、その終戦直後じゃあるけど、うん、直後じゃあるけど、うん、20代ぐらいかな、うん、10、13かね、うん、6年卒業するの13、14、うん、20代前後ぐらいやるね、そう言えれば本当にそんなに見えるもんね、うん、そうだね、かやで昔はこのかやを切って屋根を拭いてたわけ、うん、でもかやが最近も最近っていうかもうここ何年ぐらい前からなくなったから、うん、あのかやが足りなくて、うん、わらで、うん、稲取った後のわらで、うん、屋根を拭いてたから、うん、わらぶき屋根っていう言葉になったけど、昔はみんなこの茅で火、茅の方が長持ちして強いから。そうなんだ。昔は稲の方、稲のわらなんて使ってなかった。うん、で、わらでやりだしたから、わらぶき屋根っていうことになった。なるほどね。この茅で昔は屋根吹いていたわけ。はい、この花が源の証拠って言って薬草になる花なんです、うん、薬草、うん、昔はこれ煎じて飲んだりしてたな、うん、お腹壊した時とかに、ね、うん、これが大箱、うん、大箱っていう、うん、これね、うん、この葉っぱがこれ花がこれ、うん、大箱の花、うん。